高円寺春商店街の入り口まで歩いています。 JR 高円寺の駅を降りたら南口に出ます。左側にカラオケ館があります。関東バスの乗り場、6番があります。 JR のガードに沿って公園の方に、入窪の方に向かいます。信号を渡ると斜め左に春商店街が見えます。入口のところにカラオケの鉄人ですね。その隣はフロント、左側にウィーモバスショップ、その隣が大黒屋、海鮮三崎港と有名な店が並んでいます。その斜め前はミリオンというパチンコ屋さんですね。非常にド派手なゲーム、昔でいうゲーセン、右側にサーティワンアイスクリーム、しばらく行くと出ました世界のヤバ茶、幻のテラスが現れました。その前はサンマルクカフェですね。ダイソーも左側にあります。Jコムもありますね。ソフトバンクが見える手前、この右側が高円寺あるプラザ、商店街の事務所になっています。今日は何か野菜の特売をやってます。以上、約4分でした。